どんな攻撃も受け付けなかった透過魔法様がざまねえな。どんな魔導士の魔力も封じることができた鎖魔法様が嘆かましいね。そうだ、俺は無敵だ。あんな暗視魔法だとかのふざけたガキがいなけりゃ。ん？お前も？先輩もですか。鎖で触れなくても余裕でわかる。なんてバカ高い魔力。人間発見。こんなのが外で暴れてんのか。外の騒動は白夜の魔眼の仕業か。私はとんでもない奴らを手引きしてしまったのかもしれんな。人間は見つけ次第殺す。待て、私は君たちの敵ではない。条件によっては君たちに手を貸してもいい。頭と話をさせてくれ。もうお前ら人間には騙されない。どんな奴だろうと人間は皆殺しだ。これはしょうがないね、レブチ先輩。気に食わねえがそうだな、ゲルドル。透過魔法、不可視の探索者プラス不可視の同行者。消えた。バカな、魔力も消えているだと。ならばこの辺り一帯を吹き飛ばしてやる。鎖創生魔法魔爆テッサジン。魔力が封じられている。魔力量ではこちらが圧倒していたのに。なんだこいつらの魔法は。捕まえちまえばこっちのもんだ。こいつは俺がまた日の目を見る時が来たか。そう、私はこんなところで終わらない。さあおめえを返しに行こうか、レブチ先輩。ああ、ゲルトル。